正解されると1万円を差し上げます。お答えいただく方は今日ファックスメールをくださった方の中から抽選で選ばれた幸運な方お一人です。まずは問題です。現在アッコさんのインスタグラムやツイッターなどにアッコさんや竹山さん、さらにマネージャーさんが舌を出している写真がアップされています。はい。歴史上のある人物の真似をしたそうですが、はい、ズバリそれは誰でしょうか。はい。1番アインシュタイン、はい、2番エジソン、はい、3番ガリレオ、はい、4番ペコちゃん、はい、4択です。最後5回コール以内に出て、3回、はい、もしもし、嘘、本当にアッコさんですか。はい、こんにちは。こんにちは。千葉県の美香さん。そうです。あ、もうこうやってお出になったってことは聞いてましたね。聞いても最初から聞いてたんで、アインシュタインの話は最初だったんで1番です。まあ一応いきますね。はい。今の問題の答えは何番。1番アインシュタインです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。正解です。見事1万円です。よかったよかった。ずっと聞いてらした。いや、すぐね、ずっと聞いてって、電話でいきなりチルルってなった瞬間にラジオの向こうでもテルルって言ってるんで、って言って、まさか。なるほどね。私4番のペコちゃんとか言われたらこうどうしようかと思ってましたよ。ペコちゃん出てくるって今びっくりしてる。いやいや、なんか断捨離されて一段落してんですってね。そうですね、ゴミ袋が10袋ぐらい出ました。わー、たくさん捨てるんですね。はい、順番に捨てていきます。はい。でも本当にね、当たったってことは運もあるってことですから。ありがとうございます。はい、有効に使ってください。3日だったんで誕生日祝いします。あ、よかったですね。そうですね。はい、はい、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとう。はい、失礼します。どうも。ということで美香さん見事1万円ゲット、はい、正解は1番のアインシュタインでした。